で、まあ、あの多少あの子は動いたところはあるけど、うん、これ感覚こう広いところと狭いところとありますけど、これまだ正常範囲内です。あ、そうなんですね。これ呼吸性の不整脈って言って、ワンちゃんはあはあはあするから、それでこういう不整脈が出ます。これはどんな子でも出ます。はい、でこの心電図をパッと計測してくれるんですね。心拍数とか、その各波、RR 感覚、QRS の高さとか幅とかね、そうすると計測していくと、左室、要は心臓の左が大きいよと出てます。心電図でも心臓左の所見が出てます。でレントゲンでも明らかに去年よりも大きくなってるから。